はい、おはようございます。今回、ゴールデン街の桜祭りというお祭りに来ています。年に1回恒例で、大体4月、もう桜が散った後やるんですけどね。ゴールデン街のどの、まあ、どの店、まあ、ゴールデン街の店がね、200から300ぐらいあると言われてるんですけど、そのうちの100店舗ぐらいが参加していて、なんか、どの店も500円で1杯飲めますよと。普通はそんな安く飲めないんですけど、で、まあ、お店の雰囲気とか感じたりね、新しいお店の新規開拓やってねっていう趣旨なんですけど、どうしても馴染みの店に行っちゃうんだよね。やっぱ行かないわけでも行かないというか、馴染んでるから、やっぱ、こんにちはみたいな挨拶に行くと。で、スタンプラリーみたいになってて、この日はですね、6店舗回れば、なんか、景品がもらえるみたいな、比較的難易度が低い感じでした。歌はね、なんか、そんなに回るのかみたいな やつだったけど、まあ、この桜祭りはちょっと難易度低かったですね。で、まあ、ここもよく昔から来てるお店なんですけど、まあ、今日ワインとかね、ウイスキーとか有名なロッソというお店、さっきはブランってお店でしたけど、まあ、こんな感じでね、常連の人たちも、そうじゃない人たちも、なんかちょっとお店行ってみようかなみたいなノリで来れるという、結構楽しい感じの、時間を過ごして、で、まあ、この日は僕はなんか友達と VHS のビデオを見るっていう約束してたんで、ちょっとバーブランさんにですね、ビデオデッキをちょっと預けてたんで、それを回収しに行って、もう満席ですよ。で、回収して、ビデオデッキ持って、ね、常連さんとかいて、もう、あったよ、挨拶したよって言って、また去っていくと。いや、でも本当に、こう、昼間からね、いろんなところに行って、まあ、飲みは楽しいです。じゃあまた。